アルトワークス DIY メガネガーニッシュ、またまたイメチェンしました。前回昨年メガネガーニッシュをアクセントでホワイトにしました。真ん中の部分個性が出て、これはこれで良かったんですが、今回レッドカーボンがシート余ったので、また同じように貼り替えてイメージチェンジしてみたいと思います。白色もアクセントで良かったんですけれども、今回は赤色、まるでナイトライダーのこんな感じイメージしてました。早速シートを合わせて、寸法合わせながら、そしてボンネットを開けて、ここの部分どうしよう、ベタリと同じように貼るのか、とりあえず測ったら2センチ、そらそうだ、ライナーは2センチ、そうだ、ライナーの上から貼ろうと思ったけど、やっぱり剥がしました。ピローリです。そして細く切ったシートをベタリと合わせて貼り付けました。一瞬で終わりましたよ。まっすぐ貼るんじゃなくて、ここをまっすぐ貼ってしまうとボンネットのラインと合わないので、微調整は必要ですね。開けたり閉めたりして、ちょっと湾曲にしてみました。両サイドをゆっくりカッターで切って、こんな感じです。うっすらと赤色が見える。まるで気分はナイト2000、ワークスなのにナイト2000、ツヤツヤワークス。スイッチを4つオンにすると、またまた炎が飛んでいきました。こんなイメージです。このように右へ左へ行ったり来たり、ワークス、ワークスは喋らないけれども、イメージはナイトライダーです。さりげなくワンポイント、ワークスレーシン。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン、よければチャンネル登録をよろしくー。